ではここからは実際に立体物を撮影するセットを組んで立体的な文化財を撮影する方法をお話していきたいと思いますでまずは必要な道具についてそれぞれ説明していきたいと思いますまず一番最初に立体物を撮影するときにはテーブルトップ台の上で文化財を 実際に立体的なものですので、立たせた上で撮影するということになりますで。そのために必要なもの、一番最初に必要なものはやはりテーブルです。できるだけしっかりしたテーブルを使いましょう。そしてそのテーブルの上には背景のお話をしましたが、あ背景を作るためのこういうい白い紙が必要になります。 このの紙はいろんなものがありますこれは写真用にこうしたロールの状態で販売されている背景紙になりますバックグラウンドペーパーですけどもこの写真用の背景紙これはできるだけ蛍光素材の入っていないもの中にはこの白をより際立たせるために蛍光塗料というものが入っている素材があります。 一般的に小さいものだったら画用紙とか遣唐使を使うと思うんですけども遣唐使なんかだと蛍蛍光光増白剤といっってて塗料がが入っているものがありますそうしたものを使ってしまうと背景が蛍光反応を起こしてしてままいますこれによって背景にもともとない青色どちらかというと青っぽい色なんですけども色がついてしまう場合があります。 ですのでできるだけこういった写真用の背景紙というのを使うのがそうした変ななな色の影響を与えない方法になります次に必要なものいろんなものをこの撮影のセットの周りに配置する必要があります一つはライトこうしたライティングのところでお話ししましたがこうしたライトの装置 こういったものを撮影のセットの周りに配置する必要があります。で、このライトのスタンドなんですけども、これもライティングの時に説明しましたが、三脚の状態、足が3本で支えられるような状態になっています。で、これ必ずこの三角形の面積が広ければ広いほど安定します。ですので、えー、途中の状態で、 こうした状態で使わない三角形の面積ができるだけ大きい状態をキープした状態で使ってくださいそうすることが文化財に対してよよりり安全性を高めるようになりますこれもできるだけ必要な高さだけを配置するということを心がけてくださいあまり高すぎるとやはり不安定になってしまいますので必ず必要な高さ っていうのを立体的な状態を見ながら観察して必要な高さを決めてください。このように配置することになります。で、この時にも必ずこの三本の足の一本を文化財の方に向けてあげてください。そうすることで文化財の方に倒れることがなくなります。そうしたところを気をつける。次に。 サブライトこれもライティングのところで説明しましたが主に、えー、文化財撮りたいものを証明する証明を当てるものがメインライトということを説明しましたがそれに対して必要なあ影影のお強さを強くしたり弱めしたりする効果としてサブライトというものを使うという説明をしました。 このサブライトはあ一般的にこういうあのパネルであったり、えー、いろんなもの紙でも構いませんが、えー、できるだけこうしっかりと立つうような状態を作ってあげてくださいそうして、えー、しっかりと立てるためにこういう,うクリップを使いますでこのクリップもできるだけ黒であったり色がついていないものこれもメインライトの 光を反射しますのでここに色がついていると例えばこういった青色青色がついていると青色が反射してしまいますですのでこういう黒いものであったり色のついていないものそういったものをご準備ください次にこういうメインライトの光メインライトの光の質を調整するこれもライティングのところでお話ししましたがディフューザー これによってライトの形小さい丸いものから大きな大きなライト光の質を変えるということを言いましたが光の質を変えるためのディフューザーザというものがあります。これは乳白色で半透明のものを例えばトレーシングペーパーなんかもそうですけどもトレーシングペーパーの場合紙ですので燃えてしまう可能性があります。 ですね、例えばあ熱を持つ光源、えー、電球であったりタングス線ランプの場合は熱を持ちますのでこの距離距離が近すぎると燃えてしまう場合がありますそういったところを注意しながらであれば、えー、トレーーーシングペーパー等ででも代用はできます。次に必要になるものがこうした横に。 スタンドがあって横にブームが出るものこうしたものがこういうディフューザーザを吊るるしたりすすのにに必要になってきますこのディフューザーを吊るすのにこうした横になるこれブームというんですけどもブームスタンドというのが必要になりますこのブームスタンドは例えばこの背景紙を背景紙をセットするのにも使えます。 でこの背景紙をセットするにあたっては、えー、他の方法としてこういう,うーポールこうしたポールにはフックがついていますのでこのフックに横に1本棒を渡してあげる例えば物干し竿物干しざのポールと物干しの竿これがあ,あればあ使えることになります。 こうした写真用のポールであればフックもこういうクランプにフックがくっついているうこういうものがありますのでこうしたものを利用すると高さが自在に変えることができますでこの背景紙は高さを変える必要がありますのでこうしたフックはあ必ず必要になります。ククランプとフック これはまず必ず必要になるものですので例えばこういった写真用のものもありますしホームセンターに行けばクロスクランプクランプクランプというものがありますので建築用の資材でクランプというのがありますのでクランプを使って作ることもできます。 それでは実際に撮影のセットを作っていきますまずはこのテーブルトップに白い背景を作るというのが第一段階になりますこのテーブル上に白い背景を作るんですけどもただこういうふうに置いても平べったい机だったら構わないんですけどもやはりこの机にもいろんなこれは折りたたみのテーブルですので机の縁に段差があったりします でこうした段差をフラットにしないと前から異物撮影をした時にこの段差が白いい背景上に現れてしまいます。ですのでこのテーブルをそのまま使うのではなくてテーブルの上にこうしたコンパネいわゆるパネルボードというものを使ってこのテーブルの上にフラットな面を作ってあげます。でこのコンパネには長板で 一つフラップを作ってあげますこうすることによって、えー、白い背景を前に垂らすことができますまたこの前に垂らした角度を調整することによってこれもライティングの技術の一つになりますがこれはあ実際に撮影しながら説明しますこういったフラップ長板を使ってフラップを作ってあげるでこれをおーこのテーブルトップの上に置きます そうすることによってここがフラットな面になります。でここに背景紙をセットしてあげます。<laughs> この先の方に、えー、クリップで構いませんのでクリップで留めてあげる。背景紙を留めてあげるとフラットな状態に立ち上がりのある写真用の背景というのができます。でこのフラップの角度を 調整できるようにしておくといいと思います何かこう一脚とか支えの棒でフラップが角度をつけられるようにしてあげますそうすることによってこの前の方も手前の背景として使うことができるようになります次に撮影の光源としては基本的な撮影の光源として トトトップライトとメインライイイとと、メンのこれが立体物のライトの基本ということをライティングのところで申し上げましたがまずトップライトを使ってみましょう。でトップライトも単純にこのブームスタンドからの光を単純に使うだけではなくてここにも光の質硬質のコントロールというのが必要になります。でこの光質の質コントローーー。ルはディフューザー ここうしたディフューザーーザを使ってコントロールすす。ることになります実際にはこのトップライトの前に前ですのでこの場合はトップライトの下ですがトップライトが上から来ますのでトップライトの下にこうしたディフューザーを配置してあげるでこのディフューザーは高さが調整できるように高さがつまりこのトップライトとディフューザーの距離になります。 ライティングのところで説明しましたがこのディフューザーとライトの光源の距離これによって光の質が変わりますので必ずこれが調整できるような形これラ,イテあのライトのスタンドを使えばこうやって調整はできますので調整できる形というのを作ってあげることが重要ですこれでまずトップライトができたことになります 次にメインライトを配置すす。るとということになりますメイインライトも同じようにディフューザーがあって光源があってという形を作るというのが重要ですのでこのメインライトに使う光源とディフューザー、これも距離が調整できるこの形を作ってあげることが非常に重要なことになります。こうして、 背景を配置したテーブルトップ、そして光源,光源の前にはディフューザー、この光源とディフューザーの距離で光質、光の質を調節してあげる。こうした形、この形というのが一般的な立体物、立体的な文化財を撮影するときに必要なセットの形ということになります。 でここで使っている道具機材というのはほとんど写真用の機材ですがこれはあ例えばそれが手に入らない時そうした時にはあいろんな工夫をして代用すす。ることもできます例えばあしっかりと固定できるう土台があればそこに、えー、水道管であったり鉛ビ管であったりそういったものをお縦方向になるようにくくりつけてあげる。 いろんなものを代用することができますので、まあ、ホーームセンターに行けばほととんど揃うと思いますそうした代用も考えることはできますが、まあ、基本的には写真用に売られているものっていうのが安全性が高いものになりますのでその辺のところはないものは代用するあるものはできるだけ写真用のものを使うといったところを工夫して作ることができるようになります。この 立体物を撮影するセットについては形トップライトがあってメインライトがあってそして背景があってこのトップライトメインライト背景の要素を配置するための道具としてスタンドを使いましたが今この写真で見ていただいているものこれはそういった写真機材を使わずにこれはブータンでブータンで手に入るもの を集めてそのブータンにある水道の塩ビパイプであったりまた電気の傘であったりそういったものを使っていろいろ工夫をしてセットを組んだ状態になります大切なのはこのトップライトがあって背景紙があってメインライトがあってこの要素をきちんと安全に満たせるこの形を作ることが大事ですのでいろんな工夫をして できるだけ写真用品を使いながらないものは代用していくそうすることによってこの立体的な文化財を撮影するセットというのをこの形を見て覚えていただくということが重要になります。